はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょい。アズレンというわけで、アズルレーンの実況をしていきたいと思います。今日も建造パートでございます。まあ、あとは、ちょっとした緊急報告とかも多分していくと思います。多分。うん。ラフィーちゃんもそう言ってる。いや、新しい支援来たんですけど、プリンツ再現なんですよね。足りてるかな、とりあえずは。はい。というわけでいきますか。最近ね、小型艦建造がマイブームなんですけど、まあ、強いて言うなら別に大型艦とか特有型艦もそんなに言うほど確かに私ね、建造してきたことなかったんですよね。始めたタイミング的に、すぐに確かイベントのあの、ミカサとかの方、ミカサ飛影の建造とかやってて、で、まあその間ちょっとあったけど、あのね、ドイツ艦っていうか鉄血艦の先行建造とか期間限定建造とかがあったんで、あんまりだから、ついてるのはこの3つって実は言うとあんまりやったことなかったんですよね。うん。だがしかしメンタルキューブがそんなにないので、まあしばらく小型艦建造を楽しんでいこうかなと。言うてまだ全然私が知らないね、小型艦がいっぱいいるみたいな雰囲気が漂ってるじゃないですか。なのでね、かなり楽しめるんじゃないかな。行ってみよう。知ってた。ビーグルちゃんを知ってるよ。ごきげんよう。リアンダーを知ってるね。私はリアンダー級軽巡洋艦のリアンダーです。実は他の姉妹とはちょっと違うところがありますの。どこか知りたいですか？どこだろう。新たにあなたの補佐として派遣されたラングレーです。いい？あなたの悪いところをとことん直して艦隊の運営をレールに乗せてみせます。はい、先生。はい、五郎さん。てか、まだあれですね。結構ボイスがないメンバーでもいますよね。おぉ！確か、三日月とか、あの辺も入るんでしたっけね。まあみんななんか、この幼稚園児スタイルっぽいんだけど。まあまあ、着せ替えとかもあるからね。正直ね、私これはやりすぎだとは思うんだけど、まあまあまあ、うん。はい。お、モーリーか。モーリーね。まだレベルっていうか、突破が低かったからね。ありがてえ。わざわざニュージーランドまで行ったやつ買う気にはなれないな。輸送します。最近アケリーズよく行くね。どこかで会ったですか？あら、そういうことですか。実はこの世界で私とよく似ている子が100人以上いますよ。よろしくお願いしますね、指揮官さん。なんか闇を感じるセリフだけどね。綾波かなみたいな。はーい。通行って、まあ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 、サンディエゴちゃん来てたんで、まあ、悪くなかったですね。最近、しっかり SS というか 7% を引いてくる、グッドじゃないですか。実にグッド。ほんで、まあ、今回図鑑前、ちょっと前に見たような気がするんで、今回図鑑やなくて、現在の進行状況とかをちょろっとだけ。相変わらず手探りでプレイはしているのですが、例えば友達が全然増えないんですけど、まあ一人いればぶっちゃけっていうことなんで、いいっちゃいいんですけど、すごい助かってますけど。まあよかったらね、友達申請してください。基本 100% 今承認してますから。まあ言うてですけどね。ID が87613918。87613918となっております。ただこれ、サーバーとかよくわからんので、さっき違ったら友達になれないとかあったりしたらわかんないっす。大艦隊とか。まあ大艦隊はもう、なんか放置されてる大艦隊に居続けてるんですけど、大艦隊の恩恵とかあんのかな？詳しくわからんっす。で、ラフィーちゃんがね、レベル100になって、レベル100になってくメンバーが増えてくると逆にね、使えなくなってくるんで、私たちは困っちゃうんだけど、まあ、気にせずにレベル100でも使えばいいのかなと思うんですけどね。だから演習の、
勝ちにこだわり続けるならあのレベル100も使っていこうと思うんですけどね、まだそこまで演習に勝ちにこだわってないんで、うん、ランキング上位目指すとかいう気持ちがあるならまああれですね、うん、やってってもいいのかなとかちょっと思ってたりしますね、うん、まあその辺は。で、どこ引いたんだっけ、フレッチャーが足りないね、まあ、フレッチャーはね、時間報酬あるわけじゃないから、まあ、急ぎじゃないんですけど、うん。で、モーリーか。モーリーが、一回突破できるかな。このね、星集めというか、楽しいですね、この育成は。だいぶね、上も、で、そうだ、サンディゴちゃんが来たのか。次から3レベルでいけるかな？あ、違うな。今いけるのか。ちょっと突入ますね。はい。飛ばしちゃったね。ごめんね。あ、ちょうどよかったな。キンプリをサンディエゴちゃんに使うかちょっとだけ悩んでたんだよね。うん。これはいいタイミング。神のタイミングと言ってもいい。ちょっと、頭が良くなった気がする。来てます。いやー、着実に。いい感じだね。SS もそこそこレベルが。あ、でもグラフチェッペリン、そうだね。グラフチェッペリン、キンプリ上げよう。てか、むしろキンプリはやっぱり、ね、ガチャっていうか、建造で出ないとことかに使うべきなんですよね。テルピッツとか、まあ、グラフチェッペリンとかは、まあ、そのうち来ると思うんだけど、あとエルドリッチとかもあれだよね。多分、建造で出ないのかな、わかんないけど。その辺は知らないっす。知らないんかいって。まあね、基本的に手探りでやってて、そこまではさすがに分からんです。うん。という感じで。で、ドックを一応200までにしたんですけど、まあまだね、だいぶ余力があるんで、まあ多少多分、強化とか使えば、まだ開くんで、なんとかなるかな。で、ダイヤが今何棒でしたっけ？ダイヤは736。まあそこそこ対応できると思います。うん。まあ、次誰と結婚するかはまだ決めてないですけど、やっぱね、重婚するかはまだね、地味に悩んでたりするんで。はい、というわけで、じゃあ今回は、小型建造パートと、ちょっと待って。あと一応近況報告としては、今ね、7の1というか、まあ6の4まで終わってて、で、今ハードが、もうちょっとで 5の4が終わるのかな。5の4ハード終わらせたら、先に多分7の1行って、その後7が終わったら、6のハードをクリアしようかなっていう流れですね、個人的に。で、現状が9章まで解放されてるんですけど、多分近々10章が確か追加されるみたいなのをどっかで見たような気がします。Twitter とかかな。はい、そんな感じで今回はこれで終了です。お疲れ様でした。バイバイです。